はい、こんにちは、文豪です。今日の筆記具は三菱鉛筆のアドバンスアップグレードモデルですね。まあ、クルトガの、上位モデルであるというかね、クルトガの、まあ、回転数が2倍になったアドバンス、それの、さらにアップグレードモデルということなんですけども、何がアップグレードされてるかっていうと、まあ、ここら辺のパンチングメタルのグリップとかですね、まあそこら辺ですよね。機構自体は、そんなに変わらないというか、アドバンスなので、まあ、クルトガがね、40角で1回転するところが2倍速のダブルスピードエンジンを積んでいるので、まあ、40角が20角か、20角で1回転しますっていうところと、あとは先端部分のですね、パイプスライド機構がついているので、まあ、書いてる途中でね、まあ、その、ノックをしなくてもですね、ある程度の間は、いけますよということで、まあ、オレンズネロみたいにですね、自動で芯出してくれるわけではないので、まあ、こいつに関してはですね、自分で、まあ、ノックはするんですけども、それまでの間ですね、しばらく、まあパイプスライドが効きますよということなんで、まあ、そこら辺はですね、まあ、これまでのね、クルトガの、良さみたいなのを生かしつつも、まあね、頻繁にノックしなくていいよというモデルになってます。ということで、変えていきたいなと思いますけれども、よいしょ。はい。これはクルトガブランドも入ってるは入ってるんですけども、基本的には斜めってない。なんで、はい、ということで、まあ、もうちょっと詰め気味か。切れてたんでつなぎます。はい、まあこんな感じでですね、よいしょ、アドバンスと、まあ、あれですよね、本当に、まあ、クルトガシリーズもね、最初のクルトガの完成度からして高かったからね、まあダブルスピードエンジンはいいとしても、やっぱこの発展系を作るっていうのもなかなか難しいよね。なんで、まあ、外の見た目というか、グリップの違いみたいなところに出してくるというところで。まあ、このアルミグリップもそうですけど、この後に出てくる、あれですよね。なんだっけ、アルファゲルか。アルファゲルなんかも出てきたりとかするんで、まあ、やっぱそこは、まあ、去年の年末からずっと言ってますけれども、
結局もう性能の部分じゃなくて質感の部分に移っていくのかななんて思ったりしています。アドバンス C は丸いけど E はここで角があるんだよね。こういうところのこだわりなんだろうな。よいしょ。まあこれやり始めて分かったんですけどね、あの手帳用紙ってその文字を書くのは気持ちいいんですけども、かっちり線引くのって案外難しかったりするんだよね、この滑りのいい紙ってっていう感じがします。ちっちゃくクルトガ入れとこうかな。クルトガってね、なんですよ、このちっちゃくクルトガってあって、くるのところに矢印があるんだよね。で、動画になってます。まあなんとなく、ちょっとまん丸じゃなくて、クルト側はちょいちょい斜めなんだけどね。こんな感じなんだよ。クルト側で、クルト。ルとトガの間にちょっと隙間があって、動画ですね。顔が当たるとね、この画面がぐらつくのは勘弁してくださいね。アドバンスっていう感じですね。で、まあ三菱なんでユニですけども、ここにねアドバンスはね、どこにねアドバンスって文字が入ってんだよね。でくっついてんだよね。なんかいろんな文字の練習にもなるよね、こういうのやってると。銅の点々は横でした。クルトガエンジンが一応効いているので、こうやって書いてるうちにも芯がちゃんと回ってくれています。まあ芯が回る分ですね、ちょっと不安定なところもなくはないんですけれども、そんなにでも気にならないかな。すちょっと左に寄りすぎたかな。まあいいや、アドバンスで、ユニですね。まあユニはいつものロゴですけれども、うん、注意だ。ユニは、何度も書いてんだから、そろそろ上手にならないと。
やっぱ芯回ってるな、回ってる感じするな。なのでちょっとそれで取られてる感じがしなくもないけどね、という感じですね。はい、アドバンスアップグレードモデル、綺麗な文字が書けるシャープ、三菱はシャープなんだね。シャープペンとか言わないんだね。うん。デザイン性のあるスタイリッシュな。パンチンググリップ。お、採用。そうですね。なんか、まあ今回は、中の、クルトガエンジンが回ってるので、あえて、今回はだから前回はノックをしないっていう縛りで書いてましたけども、今回はこのねペン先をこうくるっと回さないですね。まあ、ついついこう回しながら書くの癖になってますけれども、まあ、それはやらないで、まあ、ペンの回転に任せるというのが今回の、書くルールですかね、っていう感じです。はい。で、さて、今回はですね、特徴的なのはやっぱりどう見てもここのパンチングの、グリップのところなので、まあそうですね。で、まあ、相当後ろまで行かないと細くならないので、こいつに関してはですね、もうまっすぐ、でここら辺からくびれる、だいぶくびれてはいるんだよね。もっとあれかな、こんなに後ろまで書く必要ないかな。先端のスリーブもやっぱあれですよね、オレンズネロはここ完全にストレートなんですけれども、三菱なんかはちょっとやっぱり先端に向けて細くなるタイプの、ガイドパイプを採用してますね。
で、芯がちょっと出てる感じですね。まあ、こんなに寝かせて書かないけどね。って感じです。ここの黒いのがこんなでかくないのか、長くないのか。あれですよね。持ってるペンを持ちながらその絵を描く。して、ちょいと定規的なものをちょっと当てて、ここだけ。あ、そうですね。で、1,2,3,4,5,6,7つぐらい、ここからこんな感じですよね。中になんとなくクルトガエンジンがいる感じ。なんか回さない、回ってないですかね。俺回してるかもしれない。無意識で回してたらごめんなさいね。ペン先を回さないように意識しながら書くのって案外難しいですね。なんか昔からこう角を意識して書くように、まあなんかね、クルトガなんてなかった時代のおじさんなんで、そこはあれだよなという気がするんですね。はい、ということで今回はちょっと剣先のこのふにゃんってなってるところをこうですね、
ちょっと対象じゃなかったかな。薄いな。はい、ということで、まあこんなもんでいいかなと。なんか画面で見たらすごい歪んで見えるんだけど、なんかすげえ気になってきた。こんな感じかな。というところで、まああんまりここでねこだわりすぎてもしょうがないのでいきたいなと思います。やっぱこれ文字書き用の筆記具なんだよね。もうあの前回のオレンズネロなんかに比べるとですね、断然文字書き用です。なのでまあこう楷書というか、あの書いてどんどんペン先を紙に当てていく分には気持ちよく書けるよというやつですね。精密な金属加工。よいしょ。どこから行けばいいか。ここから行くか。あ、しまった。いきなり間違えた。なんかやっぱダメだね、緊張すると気合が入るというか、なんか考え事をするとやっぱダメですね。なんか金属加工の滑らかなに、そっち、高級感漂う。まあ漂いがちですよね、大体こういう製品の場合は。いろんなものが精密なパンチング加工。まあでも何ですかね、このグリップの部分はやっぱり効いてる気はしますね。持ってて穴がなかったらもうちょい滑るんだろうなっていう感じはすごいしますね。のでやっぱりペン先は回ってるのを感じますね。まあ良し悪しですけどね。なんか古いタイプの人間としては回ってなくても書けるというか、回ってないのを自分で整えるのがいいっていう人もいそうですけど、でもね、なんだろうな、常に勝手に回ってるので、どっかで気がついて回すってことはないですね。ずっと勝手に回ってるので。
金属製先軸。で、あとね、この角度なんですけども、割と立てて描くと、あ、ごめんなさい。立てて描くと、回転とか、あとペン先の、こう、ちょっと沈み込みがあるので、うん。先軸。より回転してる感が。やっぱあのクルトガメカ自体が中で歯車がこう後ろと前に当たって回るやつなので、いや、よりそれを感じるっていうところでいくと、立てて描く。まあだからブレない系すごい気になる人だと、やっぱちょっとこの回ってるのが気持ち悪いっていう人もいるかもね。に指を。具合も、果たします。先軸の骨との継ぎ目、継ぎ目は、ああ、それもだよね。引っかかりがない。確かにそうだ。うんね。ここですね。こことかに継ぎ目がない感じ。もうこの時点ですでに、だから最近っぽいデザインの、まあ一個の、あれですよね。つなぎ目がほとんど感じられない。で、まあフラットにどこから見ても同じように見えて、で、あとやっぱり材質感で見せてくるっていうことで、まあ割と最近の見せ方ですね。がなく、指あたり。指あたりが良い。軸塗装。滑らかな握り心地。滑らかな握り心地ですよ。でも、やっぱり、この回さなくていいっていうのは、こういう、
文字を書き続けていくっていう時にはいいですね。なんかイラスト描いたりするときは、まあ、むしろちょっと邪魔だったりする感じもしますけれども、安定感のある低重心設計か。でもこういうなんかカチッと目の文字をどんどん書いていくのは気持ちいいですね。高級感あふれる。漂ったり、あふれたり。あふれる。スマートなデザイン。ということで。まあそうですね。そんな感じですね。なんで、ここはね、筆記体書いてもしょうがないやつですよね。なので、やっぱりここは、まあ、そっか、Y 値が。って感じですね。はい。よいしょ。まあ、なんすかね。やっぱり、なんか、オーブン書いてもあんまり様にならないというか、日本語のやっぱり、画数の多い。で、これはね、やっても意味がないですよね。回ってないもんね、芯。あ、面白い。あ、そういうことですね。これを、こう持ってるじゃないですか。で、今もうすでにちょっとあれだったんで、違うところでちょっと書きますけど、ね、なんかね、こうやって書くと回っていくわけですよね。で、回って、芯先がある程度ちゃんと回って、均等に減った状態、細く書ける状態を作ります。これで多分ね、片べりしてない状態ができてると思うんですよね。で、片べりしてない状態から書いていくと、だんだん片べり、だここがそうなってるんですけど、ここから手を回さず、しかも、ペン先を上げずに書きます。わかりにくいか。この方がわかるね。ここら辺細いんですけど、細いところからだん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 ね、ペン先回してないから片べりして太くなってきてるんだよね。ということで、はい。アップグレード。あ、アップグレードって書いてないじゃんね。ダメじゃんね。ここです。でもアップグレードモデルに対する、ロゴはないのか。だから書いてないのね。ここですね。ここ。はい。ここにですね。アップグレードモデル。0.5mm ということですね。これ書いとかないと意味ないですよね。って感じです。まあ、とりあえず今回はクルトガのアドバンスのアップグレードモデル。なんでやっぱりね、楷書というか書いて
カツ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 書いていくのにはすごい気持ちいいですね。今回ね、やっぱりシャーペンのページは書くとだいぶ紙に次の筆記具がちょっとあれですね、影響されそうですけども、若干紙がしなってきてますけれども、カールしてきてますけども、はい、ということでですね、ちょいちょっと置いといて、はい、上から見てみましょう。はい、今回ちょっとこれが入ったことによってですね、パイロット、プラチナ、ペンテル、そして三菱が揃った感じですね。こんな感じになりましたね。いい感じじゃないですか。それぞれの違い分かりますかね。書いてる線の違いですね。うん、同じ 0.5 でもオレンズネロの 0.5 とやっぱね、このアドバンスの 0.5、まあ、入ってる芯もね、ちょっと、オレンズネロに入ってたやつの方が固めかなという感じはちょっとしますけどもね。こんな感じですけど、まあ悪くないかなという感じがしますね。まあシャーペンも上がって続けて書いてみると案外個性があるよということでですね、あのなんか最初危惧してたのは、ボールペンほどですねインクの差みたいなものがないので、そこのところがちゃんと伝わるかなという感じではあったんですけれども、やっぱ書いてる線とかもだいぶ違う感じしますよね。ここら辺のやっぱりね、まあ S20 あたりから始まってですね、こっちはプレズマンで速記っていうのがあってですね、まあこんな感じですね。オレンズネロのこのやっぱりこれもね、ちょっと製図っぽい感じがありますけれども、それに比べるとやっぱりちょっと文字っぽい感じなんだよね。うん、やっぱりね、筆記具に誘導されるところはあるねという感じがしますけど、みんなそんなことないですかね。ちょっと私はそんな感じなので、だいぶやっぱりね雰囲気が変わってきますという感じです。ということで今回は、三菱のですね、クルトガアドバンスアップグレードモデルの 0.5 ミリっていうやつを書いてみました。ペンは、こいつです。はい。ということで、まあまたね、他のモデルもやってみたいなというふうに思います。以上です。おい。